今回ご紹介するのはエクセルシオパークの手書き時計ツーレジクロノグラフです。キャレットやゼニス、ジラール・ペルゴなどクロノグラフの名門ブランドも採用するハイコストで貴重な名機 CAL4 を搭載したヴィンテージコレクション。本品は1954年製の自社名を冠した希少なモデルです。素材は20ミクロンの金張りケース。2022年1月に OH 済みです。ラグ幅は18ミリ、ケース径は約35ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約43ミリ、厚さ約 11.5 ミリ、空棒を含むです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。クロノの操作は右上のプッシャーがスタート、ストップ、右下がリセットです。日差は24時間の実測で20秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー、アップライトのくさび型、アラビア文字インデックスとスマートなバトンハンドの組み合わせ。サブダイヤルは45分積算計と永久秒針の2カウンター。外周に黒青の滝メーター、テレメータースケール、スペイン語でのスイス表記など程よいエイジングも相まって雰囲気の良い風貌デザインです。
金針ケースは 35mm 径のラウンドホイル。裏蓋はシースルーバッグにブラッシュアップされています。バンドは社外製レザーベルトを装着しています。現行モデルにはない歴史と風格を感じるアンティーククロノです。エクセルシオパーク。エクセルシオパークは1866年スイスのサンティミエで創業したクロノグラフ専門メーカーです。イギリス軍やスウェーデン軍向けに時計を製作していた歴史や、1940年から50年代頃にかけてはギャレット、ジラール・ペルゴ、ゼニスなどにムーブメントを供給していたことで有名です。現在ではすでにメーカーは存在していませんが、耐久性に優れたムーブメントとして今でも根強いファンを持っています。コンディション。文字盤、ダイヤル。シミ、汚れが認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスにサビは出ていません。ケース、裏蓋。軽いすれ、小傷が認められます。裏蓋はシースルーです。大きなへこみはありません。風防。特に大きな傷やスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。
付属品、購入店の書類、黒の24、ドイツの販売会社、購入日2022年1月、購入時に OH 済み、制度詳細付属。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。